田中将大ってなんで WBC メンバーに選ばれなかったんや。栗山のタイプじゃなかったんや。二桁勝利できんピッチャーがなんで代表に。実力。田中ダルビッシュ大谷の系統って名前だけ見たら激アツやな。天国の星野さんに相談した割には田中礼遇したわね。予備メンバーには入ってたよな。ハンカチ世代は終わってもうたんや、悲しいけれど。まあ、ダルと大谷の日ハムコンビの間に入れなくて孤立するからな。呼ばなかったのはむしろ栗の恩情やで。まだ田中、大野、柳、森下、青柳、平とかおるわけやし、日本投手のレベルはほんと高いな。今大会で分かったけど WBC にベテラン枠なんていらんわ。今までチームをまとめるためだからと入れてたけど、扱いに困るだけ。ダルも正直おらんでもなんとでもなった。ダルは多分おらな無理やったで。ダルさんおらなんだら誰が焼肉代払うねん。